はい、お待たせいたしました。続きましては群馬県よりお越しいただきましたまちもきさんの演奏です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日出た方は上がると思うんですけど、ウェルカムパーティーがすごく楽しくて、その時トニーに私の歌があるんだよね、私言ったんで歌いたくなったんで、今ちょっとハモリ聞こえなかったんで、いいや、やっていきます。馬車帰ります。私あります、私あります、学校に行く途中の肉屋。私あります、私あります、¡Gracias!
君に恋をしたがいる君と仲良くしたくても振り向かせることができない僕は君に見つめてほしいだから僕は暴れるのさいつもいつも現れる僕をやっつけるヒーローでもそれを見て君が笑う君の笑顔は眩しい僕は怪獣僕は怪獣君の笑顔が見たくて僕は怪獣僕は怪獣いつもやられる怪獣魔法の言葉を
性難聴とかやって、で来る前に座骨神経痛とか右膝の半月板が減ってるとか、なんでそうなっちゃったんですかねってお医者さんに聞いて、年ですねって言われて、ね、でもそれ耳がカラタッと聞こえない時はすごいあのどん底で、このどん底にどんな曲ができるのかということで曲を作ってみました僕のようで。
チューニングしながら話すことができない。ちょっとすごいね。本番に終わった曲があったんで、それを全部歌ってみようかと思います。でもあの今年で6回目かな、私もなんか6回目なんですけど、相当前があの地味だったみたいで、初めてですかっていろんな人に聞かれてもうちょっと派手にやってかなくちゃ。じゃあ男なんてみんな同じという曲で終わりにしたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。マッチボックスさんでした。もう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。